ど、で落としてたので5日分あるって言ったから8日分ある。8日分ある。で B の薬じゃさ最後のなのでいつになります？昨日の。明日で終わりです。明日の夜。でも。6月26日ってことはで A が今こっちで車の中で A が合わせると8日分になるわけです。ってことはじゃあ3回分出せばいいな。明日の夜があるからね、うん、じゃあやっぱり B3 回分でいいです。で A は出さないで、うん、ほんじゃあもう×でいいわ。薬なしで、でね、ですね、あ、まずそっか、あのご飯さ今日結局 10g の粉で薬ですね、はい、朝の分、はい、朝の分ね、はい、でその後、うん、とあれその後なんだっけ50だっけ50食べて 50g にドライ50にささみが3g かな、うん、それ食べたんですよ、うん、だからほんでドライが60 でそまだ星の中星だから、はい、プラスドライだけね、うん、10ささみ混ぜないでドライだけ10でやったら食べたんですよ、うん、だから70食べてます、うん、でうんちもおしっこもしました。うんちが最後の方がね気持ち柔らかかったけど、まあ十何センチかな、はい、便は、うん、2×12cm ぐらいね。でもほとんど普通だけど終わりの方がちょっとだけ柔らかい。でおしっこも今日2回してますね散歩で。そうですか、うん、髪の毛混ざってたんですね。あ、そうそう、あと髪の毛がうんちに混ざった。あ、多分結構長い長いです、うん、あ、だって長い髪の毛、宮崎はそんな髪の毛長くないからさ、なんでそんな、あ、そう、長い髪の毛はね便に混ざってました。食べた。長いね、食べちゃったらね。で、まあ様子はだからそういうことで、もうお腹すいてるね。でね、血液検査はちょっと今日は結果全部出ないんだけど、病院でやってるやつだけでね、お話しさせてもらうと、フラリアはいません。で、PCV は赤血球の溶石ね。前が39で40。まあそう、これは赤血球の溶石だからそう簡単にはわからないけど、まあ、気持ち上がってます。これが多い今日。本当ですね、うん、1万5000だからさ結構多いんですよ。だけど元気そうは元気そうだけど白血球が多いのは炎症があると思う。炎症あると思う。でね、咳します。お家であんまりしないんですけどね。本当今日ちょっと咳してたんさ。でだからいつも吸入やるじゃないですか、はい、でちょっと吸入の回数を増やしましたわ。夕方になったらちょっと咳は少なくなったかなって気がするんだけど、なんかちょっとむせるようなお水飲んだ後にそういうのをちょっとやってました。オーダーは出てません。でこの白血球の31900の内訳なんだけど、はい、内訳を見ていくと高中級群雄割拠、大人の高中級、これが急性炎症で増えるやつですね、はい、これはちょっと増えてる、はい、多いっすね。正常が3000から1万1500だけど2万8000とかしたらどっかで炎症が起きてるかもしれない、うん、あれもしかしたら、うん、ここでこけたんですよね。あ、はいはいはい。そしたら家にしばらくピッコピってたんですよね。あ、本当、うん、それかこの炎症から舐めて、うん、あそこね前からあるんですよ、はい、でね、今気温が上がって湿度も上がってるからさ、はい、そういう空気中に最近とかこう悪さするんですよ、はい、で余計痛がゆくなってさ、はい、プルプル舐めて、ね、うん、あ、そうね、そこにつける薬出すわ、ごめんごめん。これってのありましたっけ。あー、あともうあんまりないですね。ない、うん、これとそれからこの粉で、これさ、あの原液でもいいんだけど10倍に薄めた方がいい、うん、だからなんかスプレー容器でこれ1に対して水9にして水道水でいいですから薄めてシュッシュッってやって拭き取ってからこいつをかけてもらいます。これ粉でメロパンってね、腫瘍は小さくしないけど皮膚の表面の炎症は抑えてくれるから舐めても大丈夫。はい、どれぐらい、どんな風につけたらいいですか。あ、じゃあ今、うん、ちょっとこれ説明してから絶対やりますね、はいはい、リンパ球が638だからちょっと少ないんですよ、うん、ちょっと調子悪いと下がるってやつね、うん、から肝球もまた多い、はい、
だから慢性炎症もちょっとあると、これが慢性炎症で増えるやつですね。好酸球はまあ出てないから正常です。小指球も出てないから正常だから、これとこれが増えてるから総数が、特に好中球が増えてるからさ、3前が1万5000ぐらいだからね、倍ぐらいになってる。そうですね。あと赤血球は509だから、ちょっとマイナスだから、ちょっとまだ数的にはまだ少ない、ただ容積は正常ということは、若い赤血球が出てるということなんです、反対に言うとね。で実際にあの血液トマツで見ても若い赤血球は大きくて青く染まるんだけど出てますわ。だけど今度血小板がですね、ちょっと少ない。これは炎症があると出血する、でそれを止めるのが、ノリの働きして止血するのが血小板だけど、それがちょっと少ない、免疫力がそうしてる。まあ確かにさて考え、まだ足かばってます、足変わってます？今は寝るのなんですけど、あのその日は確かにもうあんまり動かなくて、あの私がちょうど何回かよく足だからここに私座るようにしようと思って、あっち座るようにしようと。あ本当。はい、うん、はい。じゃあちょっとそこの薬つけるのだね。あそうです。すみません、ちょっとサポートして。でまだ。ごめんね。どれぐらい毎日どれぐらいつけて、1日2回ぐらい、あ、じゃあちょっと、はい、よっ、あ、ここね、これさ、他にもありますよね、英語、他もなる可能性があるから、はい、まあここはこれとこれね、すべて、これ1個拭き取ってもらって、はい、で、このサロパンをいるよ。ごめんね。いるよ。こんなになってるんですか。ああ、こんなに、ね。で、ここはもうまだ赤くなってないからさ、ちょっとこの上で。ああ。だすぐ取れますよ、この子は。そうでしょ、ね。ペロッと涙がなくなっちゃうから。大丈夫。痛くないでしょ。痛くないです。はい、じゃあごめんなさい。はい、このイサロパンと黒ひきじんね。はい。このセットを出しますね。わかりました。はい。毎日食べる？毎日もらう？浸透するんですね。毎日。お母さん、何言うの？毎日。やだったね。痛くないでしょ。やられた。じゃあ止めていいよ。